こんばんは、広島県議予定候補福山市議会議員の河村博子です。私の一般質問の日程が決まりました。じゃん。12月の9日の金曜日です。それから私は午前10時から100分間1時間、30分頑張ります。そしてお昼の1時から三好武史市議が30分間ですけども質問することになります。私も今議会で最後の一般質問になりますので、皆さんから寄せられているたくさんの願いを、しっかり、熱を込めて訴えていきます。今いろいろ、各自治体の調査とか団体の皆さんからの聞き取りをしながら、再質問の中身を考えているところです。なかなかこれ生みの苦しみで、質問原稿を仕上げていくのにはかなり、エネルギーがいるところなんですけれども、とても私自身も勉強になっているし頑張らなくちゃなと思っているところです。ぜひ皆さん傍聴に来ていただけたら、勇気も私も湧きますし、よかったらインターネットでも動画配信しておりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。では頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。